これもねぶたの家ワラッセに展示されている俵トータと竜神というねぶたですね。太平記に出てくる俵トータが竜神の頼みを聞き入れて、大きなムカデを退治したという、そういう故事に基づいて作られたものだそうです。けれども、このねぶたを見るたびに思いますけれども、本当にこのもう見事なもんですね。中に電球をたくさん入れてあるんですね。それで体、顔全体がこう光るようになってますけれども、これを作るのはおそらく一年中これにかかりきりなんでしょうね。もう本当に感心するようなこの出来栄えです。